じゃあタック朝の絵本今日はだるまさんいくよ。はい、だるまさんと いちごさんとペコ挨拶お辞儀。大きいねこのお目目。はい、じゃあ次のページいくよ。だるまさんのなんだろう、何かな、どこが違うかな。手、手、ほら手、おてて、あら楽しい。じゃあ次いくよ。じゃあ一緒にせーの、だるまさんの何かな、おててに何か持ってるよ。たっくん、は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 い、じゃあ次いくよ。はい、だるまさんの、おいし、はい、今からパパのところに遊びに行きます。パパは朝からピアノ練習しに行ってるので、お散歩も兼ねて毎日お昼前に遊びに行っています。たくん、はい、遊びに来ました。パパがピアノを練習しているとタックンがね、お散歩がてだ僕のところに来ました。タックン、ちょっと最近眉毛がつながってきましたパパも定期的にここ剃るんだけどさ、タックンも剃らんかったらつながるんだね。よいしょ。タックン、これどう？どの音です？楽しかった？まあね、近いのでね、すぐ歩いてきますでね、
バーバーと会ったりとか、まあ僕のところに遊びに来たりとか、まあ寝てたりとか、そんな感じだね。なたくん、どうしたの？シュキシュキ。たくん、その手俺の服で拭かんでな。この手見てみ、すごいヌメヌメしてるよ。はいはい。泣きやんだ。ちょっと嫌みたいです、僕は今お腹が空いたみたいです。なたくん、はい、というわけでね、お昼休憩遊びに来ました。